どうも、洋次郎です。はい、先ほど7分の22の方から、ツイートが来まして、ですね第10、デイニャンの、舞台の出演が決定しましたということでね、あれもうめでたいですね。で、今回は演劇ユニット100点 UN チョイスさんの、第13回公演の舞台ヒロインに出演が決定しましたということでね、いやめでたいということでね、5月にアサルトリリーの方の舞台があって、その前4月ですねまた舞台が決まるということで、いやデイニャンもう大忙しですね。いや本当にね、ありがたいというかね、本当に嬉しいことですけども、はい。で今回が、以前はオールドメイドで結構な、ホラー展開というか、まあ、結構怖いね感じでしてる、今回は結構ね感動ファンタジーということでね、いやいやこれは見たいですね。でこれ再演ということでね、だいぶ人気の舞台だったんでしょうね、今回初めて知ったんですけども、で今回こちらの方にね、イジリー岡田さんもイジリーさんも出るということでね、これはどういう展開になるかが楽しみだなって思いますね。はい。で今回が劇場の方が、シアターサンモールということでね、今月出たんですか、出た舞台出演しますけども、そちらの舞台の会場もシアターサンモールということで、まあ、小劇場ですね、大変、まあね、このご時世ですし、なんか密とか厳しいですけどもね、大変ね、近いところで、見れるということでね、これは、行きたいけど、どうかな、4月21日から、4月28日、全10ステージということでね、行きたいんですよね、行きたいけど、これは行きたいんだけどな、ね、そこら辺考えて、調整していこうかなと思います。はい、レイニャは本当におめでとうございます。まあね、体調に気をつけて今後とも、頑張ってね、ほしいですね。